腹減ったな。社長、車ちょっとへこんじゃいました。やっぱりちゃんと教習所で教えてもらった方がいいな、これ。トドロキ？友達？全然友達いなくて俺だけだったんだよな、仲良かったの。体は大丈夫だ。ちょっと変わった再会をし、免許を取ることになった超バカな大学生清高とインテリヤクザの轟。やっぱり怒ってる、清高君引いちゃったこと。それはどうでもいいや。そうなんだ。てか、なんで免許なの？車に乗ったらどこにでも行けるから。あんた自由すぎるよ。ずいぶん楽しそうだな。仕事で免許取ってんの忘れんなよ。轟君はさ、免許取ると不自由になっちゃうんだよ。やっぱり仕事辞めたいなと思って。自分で考えて決めたことならいいと思うよ。轟、あんたヤクザでしょ。ガツッと一発黙らせてやってよ。僕がやったら多分引くよ。明日の本試験頑張って。もし僕が遅刻しても気にしないで先行っちゃっていいから。俺も乗っけてよ。森山中教習所。